第9装甲士団、ハインツ・ホフマンは、国家人民軍地上軍が有した士団の一つである。第39回建国記念パレードに参加した第9士団の T-72 戦車ドイツ、民主共和国では、平衛人民警察という形での再軍備が、始まった段階で、将来的な走行士団の設置を計画しており、ソ連邦からの要望もそれを後押しした。 1956年9月、エゲジーンに駐屯する、エゲジーン機械化人民警察機動隊を母体として、第9走行師団の編成が行われた。部隊構成はおおむねソ連邦軍戦車師団をもとに、戦闘ヘリコプター部隊を廃止するとともに、自動車化不評部隊を削減したもので、平時編成では、将兵8750人を定員とした。 1980年、ポーランドで広まる正常不安に対抗する形で、ワルシャワ条約機構は軍事介入を計画した。第9装甲士団もこれに参加することとなり、部隊の体制を戦争の危険に備えた戦闘速報に移行した。その後、1981年のポーランドにおける戒厳令発布を経て、1982年には解除される。 1986年2月24日、第9装甲士団に国防省カール・ハインツ・ホフマン将軍の名が冠される。1990年10月2日、共和国の崩壊に伴い国家人民軍の全戦力は解体された。第9装甲士団の装備及び人員の一部は連邦陸軍が設置した連邦軍等部司令部の指揮下に入った。 下級部隊 T-55 戦車 SS-21 ミサイル発射機師団は結成の時点で、当時最新鋭の T-54 戦車の配備が行われていたが、1964年に更新されるまでは旧式の T-34 戦車も運用されていた。1978年から T-72 戦車の配備が始まった。 この年に受領した35両のうち2両のみが T-72M1 で、残りは T-72 だった。また、このうち31両が第23戦車連隊第4戦車大隊に配備され、1両がグロー戦肺に送られ、3両がカルピーンの可視館学校で戦車長や操縦手の訓練のために使用された。 装甲兵員輸送車としては BTR-40 を当初運用し、後にソ連邦から購入した BTR-60 や BTR-70、BMP-1 などが配備された。BMP-2 の調達も計画されていたが、当時アフガン侵攻に従事していたソ連邦軍への供給が優先されたため、第9装甲師団への配備は大幅に遅れた。 1990年の解散時には次の装備を保有していた。ウィルフリード・コペンハーゲン、大ランドストライトクラフト・デアンバ、モーターバッチ・バーラグ、シュトットガルト2003、ISBN3 から613022974、S40、ヘンリー・コラー、パンツァーゲーゲン・ポーラン、ホーネカーズ・ジャハイン・プランゲーゲン・ソリーターの出地、MDR、ドイッチュランド2010、ウィルフリード・コペンハーゲン、 S33 S ウィルフリード・コペンハーゲン S179 ありがとうございます。